こんにちは、神代正樹の吉田です。本日は、奈良県天理市のですね、磯の上町にございますフリメールのビート103号室ご紹介させていただこうと思っております。こちらの物件なんですけども、非常にね、天理の、名阪のですね、天理インターに近い物件になっておりまして、アクセスの非常に便利な、おすすめの物件となっております。早速ね、室内見ていただくんですけども、今見ていただいておりますスペースはキッチン横のですね、6畳 の洋室となります。こちらの洋室にはこのようにしっかりとした収納スペースがついておりますので、このお部屋をね、リビング代わりにお使いいただくととても便利だと思います。お隣のお部屋はキッチンになっておりまして、こちらがキッチンスペースになります。キッチンスペース自体もですね、非常に使い勝手良さそうな設計になっておりますので、大変便利だと思いますね。水切り棚もあって、こういったシンクも大きいですし、給湯器のね、リモコンの位置もいいですね。こちらに冷蔵庫を置いていただいたらね、このドア開けられへんやんと思うと思うんですけど、これね、ちょっと開きになってますので、問題なく開けていただくことができます。こちらのドア開けますと、このように、廊下の部分に出てまいります。廊下のね、こちらの扉開けますと、おトイレになります。はい、廊下スペース渡りまして、水回りになります。こちらがシャンプードレッサーです。こちらに洗濯機置き場がございます。こちらお風呂になっております。使い勝手いいですね。はい、こちらが和室ですね。6畳ほどのスペースで、壁に一面の収納がついております。こんな感じですね。押し入れと収納スペースと、非常に広々としたスペースになっておりますので、寝室にね、使っていただくととても重宝すると思います。またこの位置にバルコニーもございますので、洗濯物なんかはこの位置に干していただくことが可能です。はい、以上でね、一通りお部屋の紹介の方を終わらせていただいたんですけども、こちらのお部屋、単身でね、 1LDK 風にね、お使いいただくととっても快適にお使いいただけると思いますし、またね、お二人暮らしなんかでも十分対応できる広さあると思いますので、詳細の方を私どものページで、確認の上、お早めのご内見お勧めいたします。奈良のおもてなし、奈良心、神代の正樹では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。